今その勤務時間中にってあたりありましたけど、はい、あの幸福の科学もねもちろんありますよ、もちろんありますよ。いや、あの私ですね、まあ、あの結構上の方の役職だったりしたんで、まあ、臨機書っていうその報告書みたいなのを見れるんですよ、はい、でその報告書で大体毎月その不祥事とかが上がってくるわけですね、はいはいはい、その不祥事の中でそのどこどこ支部 の、 あの支部長と、そこの支部の婦人部長、既婚の婦人部長があの礼拝堂の中で、不倫ちょめちょめ接触をしましたっていうのとかが上がってきて、いや何だろう、いや別にその、まあ、まだねその不倫ちょめちょめ X をするのはまあいいとして、なんで礼拝堂でやるのっていう、礼拝しかも礼拝堂って劉邦の写真とかがあるんですよ、あのなんかね、あのそういう性癖なのかな、か劉邦の写真に見られながらそのね不倫ね不倫 X をするっていう、えそれどんな気持ちなのみたいな、やりづらくないみたいな、AV が確認できそうです。総裁先生が見てるわ、ね、それはやりたいですもんね。ちょっとキモすぎでしょ、やばメーカーさんに売りたいくらいやりたいですね。自由法に見られながらってどんな気持ちなんだろうっていう、それで興奮するのかな逆になんか あれなんですか、こんな、ね、人がみたいなところでこんな人の前でやっちゃってる私たちみたいなねこんな人の前で思いっきるな、いや面白いですね、はい、いやそうですよね、幸福の科学も変わった人いっぱいいそうな、いやそうですね、やっぱなんか多分、ね、抑圧されてるから、うんうんうん、なんかそのなんていうか、まあ、いろいろ溜まるんでしょうね、あ自衛隊も多分ね一緒の理由ですね、溜まっちゃう、ね、私親が、うん、親があれなんですよの宗教の範囲で、そうなの、0歳から入ってても、うんうん、あの解約してるんですけど、あ今はそうなんですね、うん、だからすごい気持ちはわかります、えかなりあの大変でした、大変です、なんか聖堂みたい な、うんうん、なんかお経とか唱えて、うんうん、なんかあるんですよ、あのこの前ね、あの豊田さんのチャンネルの方には出てるんですけど、まあ、そのお話聞いたんですけど、あのその宗教は なんていうとこでしたっけ、言ったらまずい、私殺されるじゃん、自分のチャンネルで言ってるから大丈夫、立川を拠点とする新如苑っていう、うわーという声が上がりました、うわーというね、そうあの結構ヤバめのところです、はい、僕のチャンネルでもその、ね、元信者さんにインタビューさせていただいたんですけど、結構あの課金がきつい系ね、うん、お金が結構かかる系のところでやられたということで、で、はい、いやあの動画を上げて親から真っ先に連絡が来て、そうなんですか、ホリエモンもカルト教団っていう、うん、あの信用は言ってないんだからみたいな、取り下げなさいって言われて、ホリエモン基準、ホリエモン基準なるほど、あ怖いですよ、なんかそう、なんか相談接心とかがあって、接心ね、やりますね、接心、そうなんかいくらか取ってやるんですよ、うんうんうん、で霊能者みたいな、なんか霊と通会できる人が来るんですよ、おーほーほーなんか似た匂いを似た香ばしい、そうで、はい、人生の相談するんですよ、人生の相談、就職先もどっちがいいかみたいな、3つぐらい並べてどれがいいですかみたいな、パンフレットとか持ってって、で服を唱えてくれて、はい、どれでしょう、それをその接心してくれる霊能者が決めるんですね、そうそうそう、クソ怪しいじゃないですか、クソ怪しい、で一人の霊能のなんか先祖とかにお金をね、はい、払ってこう除霊するんですけどまあ1霊500円みたいな、まあ安いですねあっていうのですね、なるほどなるほど、っていうヤバめの宗教新如苑で立川もねありますね、はい、でこれもし中央区が無理だったら立川に、あ、そうですね、立川で新如苑をぶっ壊す、あ、じゃあそれはちょっとぜひ、カルト宗教から国境を守るとね、ちょっと推薦をね、ちょっと、はい、あのつけて、はい、もしダメだったらこっちに取っていただいて、はい、はい、やりましょう、ぜひ、はい、殺されそうだな、親から、いや、大丈夫、こうやって YouTube で、ね、あの大丈夫、僕と一緒に映ってれば大丈夫ですよ、そうですか、でもいいところなんですよ、なんか部活みたいな感じで話題込むとかいろいろあったり、うん、いいところなんですけどね、なるほどね、うん、大人になってからちょっといろいろ考えることがあると、なるほどなるほど、いやまあちょっとね、カルト宗教に関してはね、まあ私担当でございますんで、はい、それはね、あのしっかりとぶっ壊していきたいと思いますね、すごいですよね、なんかみんなを信じさせる力、そう集団でそうですよね、壺とか事情が変わせる能力、いやそうですよね、すごい、あれはという感じで
はい、まあそんな感じで、まあ、いろいろ話してまいりましたかね。はい、あと選挙まで、2ヶ月切りましたね。そうですね、はい、早いもんだ。はい、どうですか感触は、世田谷区は。世田谷区はまあなんか応援、道行く方で応援してくれる方っていうのはいて、はい、すごい嬉しいなと思いながら活動してます、はい、ただお金がなくてちょっとビラとか名刺がすれてなくて、あの14日お願いします。いや僕もねちょっと供託金が今ないんで、どうしようお金ない組として、はい、そうないやばい、みんな3人同票だけいない、やばい。でも訴えたいことがあるんだ。そうです、訴えたいことがあるんだ。そうです、皆様ぜひご助力をお願いします。この時あれなんか3月13とかでしたっけ、支払い。そのくらいです、ね、そろそろですね。いやそろそろやばい、そろそろやばい、もうあと多分2週間切ってるはずだから、やべえ、そこまで30万ちょっとキャッシュを、ね、用意しないと。キャッシュをやばい、やばい。あ、うちら、そうなんですよ、まあ、うちの党はあの、ね、女性 の, 女あの政治参加を促す党なので、まあ、かなりリスクというか、そこ、供託金はあの出してもらったりとかね。そう、NHK の党から供託金を出していただいてます、なんと。すごい、かっこいいですね。NHK 党は素晴らしいですよ。かっこいいです、めっちゃかっこいい。めちゃめちゃ女性ファーストです。いや、いいな。最高。まあただビラは忘れなかった。ビラがお金が。それは自費ってことですね、さすがに。世田谷めちゃくちゃ人口が多くて、ちょっとね、その分の、はい、かさむということがあって。いや、ちょっとそれはあれですね、14日のイベントでちょっと、そうですね、ちょっと、その費用を。ビラを配りたい。ビラシャンパン。ビラシャンパン。ビラシャンパン、シャンパン。ちょっとね、ね、バー3代目でね、3月14日に、ね、松見さん、イベントやっていただきまして、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。ちょっと楽しい、あの、私の経歴すべて使って、もう、惜しむことなくすべてを押し出して、はい、楽しく、はい、していきます。まあ確かにちょっとコスプレやっても楽しいと思いますよね。ハッチュリンのツイッター見たことあります？めちゃめちゃかっこいい。いや、あ、違う、ただ、ね、あのネット配信というかあのツイッターイキリみんなだけでして、はい、いや面白いですよ。いい、ありがとうございます。ということで、まあこんな感じで今日、3人でやらせていただきました。はい、あ、中央区の感触はどうですか？やっぱ中央区はちょっと激戦区なんですよ。はい、30議席1500票で通るんですけども、ちょっと多いですね。やっぱ固定概念が多くてですね、若者の参加をちょっと拒んでいる。あー、なるほど。七重ママが今一生懸命七重ママ女優とかをクラブに誘ってくれたりとかで頑張ってくれてるんですけども、やっぱりまだちょっと女性差別、若者差別があるところなので。なるほど。はい、若者と女性に、まあ、貧困とかあとは母子家庭とか若者層とかに、うん、何ですかね、なんか面白いものでももし通ったら支給できたらなと、うん、なんか女性用風俗のチケットとか。あ、でも確かになんかその銀座とかに住んでる人っていますもんね。そういう人とかは結構ね、なんか行く人とか結構いそうですよね。はい、うん、まあ、あとは普通にティッシュとか文句があるんですけど、あ、はい、とかでちょっと応援してもらえたらなって。本当に厳しい、あとお金がね。あ、なるほど。あ、でも中央区って言ったらあの月島とか築地とかって、うん、あ、なんかそことタワマンとかになんかブワって行って、そこって結構若い人多そうじゃないですか。うん、ポスティングはまだしてるんですけど、うん、私もこう見えてチキンなのでまだ演説できてないんですよ。あー、やりましょう、やりましょう、やりましょう、はい、でこんな感じで、はい、でやりましょう。はい、中央区の皆さんぜひね、豊田理香さん、はい、頑張っていらっしゃいますの で, 頑張りますので、よろしくお願いします。はい、電話番号も公開してますので、もう公開処刑なので。本当にすごい。それ普通に自分の使用の番号ですか？あとね、党から出してくれてます。あ、素晴らしい。あ、立花さんすごいな。そうなんです、党からスマートフォンを支給していただいてます。すごいな、ちゃんとしてる。めっちゃ党の公約してるんですよね、ちゃんと。あ、いいな、すごいな、立花さん。なのでそちらで電話番号公開してますので、ぜひ何でも、もういたずら電話ももう慣れたので、電話してきてくださいと。なるほど。本当は中央区民の声を聞きたいんですけどね。あ、中央区じゃない人も結構書いてるね。なるほど。じゃあね、中央区の豊田理香さん、ぜひね、皆様よろしくお願いします。はい。
じゃあどうすかね、こんな感じですかね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、1時間ちょっとぐらいやったかな、はい、ということで今日はありがとうございました、ね、大変な時に、いや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 、もう流氷特需はね、もう全力で使いまくってあの役に立ってもらいたいと思いますので ね、はい、もうこすれるだけこすりまくります、はい、はい、ありがとうございます、ということで皆様、本日は、聞いてくださってありがとうございました、ありがとうございました、はい、ちょっとこれ演説終わったらね、ちょっと立ち止まっていらっしゃる方がちょこちょこご挨拶お伺いしますので、はい、はい、ありがとうございました、じゃあ、はい、頑張ってまいります、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、クルーズ TV です、うん、はい、よろしくお願いします、しま今日演説だいぶ聞かせていただきました、 ありがとうございます、ネタとしては最高ですね、ネタとしてはね、はい、父親にねちょっとでも役に立ってもらってね、もらえればなという感じで、はい、昨日ちょうどあの豊田理香さんに、はい、あのうちのクルーズ TV 出ていただいたんで、はい、ぜひあのひろしさんもあの近いうち特番を組みたいなと思って、あ、はい、ぜひぜひ、あの、はい、ぜひあの出ていただけると、もうぜひ、あのうちあの昔あの永井秀和さん3年ぐらい前に、はい、うち番組出ていただいたんですよ、あ、そうなんですね、はい、ですのでもしよかったら本当に、あ、ちょっとじゃあ後でご連絡、はい、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。